これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。まさかや、沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオ。ハッシュ居酒屋ジー。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、よもぎ蒸し、エナジーリラクゼーション、まかり沖縄、ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、那覇市西町マグロ料理専門店、明日未来マキシ郵便局向かいの楽しい韓国レストラン沖縄プリズン、以上各社の提供でお送りいたします。さて本日も国際通り屋台村島跡当てで飲んでいる店員の茶番劇からスタートいたします。本日はどんなお話が聞けるのでしょうか。いざらじスタートです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。めちゃくちゃ暑くない？めちゃくちゃ暑い。暑いね。お父ちゃん、お父ちゃんいらっしゃい。お父ちゃん来てる。久しぶり。でもいらっしゃい。シェイシェイじゃないわよ。なんでありがとうございます。かぶれやがって。ニハオ。ニハオだな。ということで今日は私たち、はい、島跡当てを飛び出しまして、はい、日本を飛び出しまして、おイン台湾。イエーイ。ということでね、いいですね。何が言って天気がいいね。めちゃくちゃ天気がいい。いや雨多いって聞いてたよ。本当だね。傘いらなかったね。買ったのにね。買ったけどね。買いましたね。まあ、あれ保険だから。本当だね。ああそういうもんですよ。ということで今回は、誠二さん、ロッシー、結構、田浦くんで、台湾に来ています。イエーイ、本当にね、もう FM 那覇さんありがとうございます、本当に。本当だ。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやでももう本当、ビール飲んでもすぐ汗となるね。いやいや、これバイク乗れませんよ。乗っちゃダメですよ。まあ、でもとりあえず乾杯しようか。はい、乾杯しましょう。乾杯しよう。いいですか。はい、それではこの人杯ビール、台湾ビールでね。台湾に、はい、ここ何本目ですか、台湾ビール。もう分かんないよ。いいですね。元気よく乾杯しましょう。乾杯。めっちゃうまい、めっちゃうまいよ。スルスル入りますね。スルスル入るし酔わないよ、ね、アルコール入ってないんじゃないかなこれ。入ってないよね。いやでも本当に飯はうめえしな、私は、今回6回目の台湾ですけれども、はい、どんな感じ。いや僕初めて、初台湾、初台湾ですね。すごいですね、八角の匂いが。八角がね、匂いがすごい。本当だね。臭豆腐と八角の繰り返しだよね。本当、いや、昨日夜市行ったけど、夜市はすごい。気がつきゃ八角、気がつきゃ臭豆腐。まだ食ってないですよね、臭豆腐。今日夜食べるの今夜、臭豆腐チャレンジ。うわあ、臭豆チャレンジみたいだね、なんか。ニヤニヤ。簡単に台湾とか言うなっつって。臭豆腐も食べてないのに。本当だよ。あれは辛いだろうな。絶対無理っすね、僕は。わかんないよ、納豆食べれる？食べれます、大好き。ほら、納豆はほら、外国人にしてみれば臭い。ドリアンとかもね。いいじゃない、だけれども、もしかしたらいけるかもしれない。あれはきつかったっすね。でもなんかこう発酵強い系だよね。ああそうだね。強い系ね。本当にね。いやでもね。今日まあ一応2日目ということで。いや本当暇安心。ね、本当今朝は、せいさん一人で散歩に出かけて。出ましたね、道に迷いましたけど。道に迷ってちょっと私たち心配しましたけど。いや不安になりましたねあれは。異国の地で。いや異国の地でね。思ってた風景と違うわけですよ。そうね、三越がいつまでたっても見えてこないんですよ。怖っ。そしたら Google で見たら通り過ぎてましてね。そうね。いやあの三越とその自分たちの泊まってるホテルの位置関係をよくご理解してないまま行ったもんですから、うん、結局行きたい道の一個隣をずっと30分歩いて。そうだよね。地図で見たら地下鉄2駅ぐらい行ってましたから ねもう足の裏が痛いですよ。学習したからね。ああでもいいですね。今日朝から地図を。だから台湾に来て初めて地図見ました今日ね。もうちょっと把握しようと思って。そうだよね。いやでもあの昨日はマッサージにね
三人は来ましたね。行きましたけど、センさんはもう最高だった。エッチな方じゃないですよ。うん、最高だったと言ってましたけど。最高ですね。もうあの人生の3本の指に入る。あ、違う、3本の指が入る。いや、3本の指が入っちゃダメですよ。おかしいでしょ。3本の指が入るマッサージでですね。いや、でも、よかった。でも、タオラ君とロッシーは、ちょっとは。2本しか入んなかったんですよね。うん、そう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 。まだビギナーだから。違うでしょ。そこじゃないです。あの、揉み起こしというか。揉み返しというか。揉み返しというか。ね、今日来ていて、はい、いやめちゃくちゃ痛かったですよ、本当にめちゃくちゃ痛かった。起きた瞬間やばかったよね。起きた瞬間やばかった。あ、そう。で、京都は最後抱きしめられながらサービスって言ってたんでしょ。やっぱりそういうお店だったの。いやいや、うん、僕は僕、まあ、2人されてるもんだと思ってたから。特命注意、特命注意もらった。じゃあ一番最後にどこから来たのって言うんですよ。最初だろ、聞かれたね。じゃあタイプだったのかしら。あ、でもさ、台湾でいろいろ地下鉄とか乗ってますけども、ええ、ロシみたいにヒゲが生えた人があんましないよね。ね、うん、そういうあれなんだろう ね、 こうね、風習というか綺麗にしときたいんだろうね。汚いってこと、ロシは。なんかね、違うんですよ、僕ね。台湾ね、もっとその嫌な言い方すると汚いと思ってたんですけど、街綺麗なんですよね、すごい。今もね、実はこれ花山1914という、昔酒蔵、大きなあのお酒の工場を、リノベーションして、うん、今ではおしゃれなスポットとなって、なってね、そこで今私たち、この収録をしているんですけれども、してるんですけど、収録、収録でしょこれ、収録、まあ、今日はいいんだよね、うん、収録っていう、はい、いつもはそうじゃない体でやってるじゃん。あ、そうだね、今日はだって台湾だから収録以外は考えられない。あ、 そ、 う、ね、それとも何、 FM なさ、なさ、なさ言ってた。どうやFM 那覇さん来てるのかな。よかった。よかったじゃねえよ、逃れれたな。逃れられました。いや、でも昨日はね、山菜フォーグをというお鍋を、火鍋を食べに行きましたけど、美味しかったですね。あれ日本版もうちょっと美味しくできそうな気がするよね。そうだね、ちょっとね、ほんと自慢屋さんで作ってほしいなと思いますけど、ね、あれは目玉になりますね。タレもね、自分で作るんだよね。いろいろとね、本当に。そして、今夜はまた夜市に繰り出したいと思いますけれども、那須の夜市ね。え、あれ、はい、なんだ。いいです、すみません、思いつきで喋っちゃってすみません。そうですね、はい、今実はね、まあラジオなので見えてないけれども、ね、せいさん、横になって喋る。いや、もう朝からくたびれましたよ。もうでも道に迷うし、鳥の糞もあるし、もうね。で、今日がまた本当にいい天気で、うん、30度以上あるかもね、今日。いやー、でも台湾珍しいんでしょ、こういう。そう、雨が多いからね、台北はね。まあ、どうしましょう、まだあと2日ありますけれども。いやー、いいですよね。今日は夜市また行って、ね、夜市行って占い行って。占い行きましたよね。あ、僕言いましたね、占い。うん、いや、いいこと言われましたよ。当たってましたか。当たってましたね、仰天宮というところの占いストリートで、あれ誰が来てました、クラウディア、クラウディアね、が来てた、ね、梅宮のたっちゃん来てましたね、来てましたね。で、まあ、今回は仕事運を見てもらいましたね。見てもらいました ね、 ね、うん、で46までじっとしとけって言われました。うん、はしゃぐなと。本当だね、うん、で、あとはこの後、まあ、ね、あのロンシャンス龍山寺という有名なお寺に、またお寺、なるほど、ね、お寺かな、あれ、そっちにもあるの。うん、ありまして、廟、そこも廟、うん、そこ今日あの行天宮行ったような、うん、素晴らしい、お寺というかなんですけれども、そこは恋愛の神様もいるので、なるほど、ぜひ。でもこっちのあれ、そういうのってあれなのね、なんかお賽銭的なのがないのね。そうだね、お花とかお線香とかを買って、買って、うん、お供えしてみたいな、その売り上げを何してみたいな、何してあれしてみたいな感じになるのかな、わかんない。でも本当、ところ変わればだよね。いや、本当に。あの、でも沖縄と似てるところもたくさんあるよね。今さっき言ったとこ何宮でしたっけ。え、さっき言ったとこ何宮でしたっけ。あ、行天宮。行天宮、うん、行天宮で行天したのはあれですよね、ペコさんは、ここのほら、おいでおいでっつって、うん、商売がうまくいくカードをもらえるからっつって、うん、もらいに行って、うん、ペコちゃんが、5枚っつったら電話がかかってきちゃって、うん、その電話をこう、こう肩にあれしながら、あ、1、2、3、4、5、あ、あ、あ、っつってこう、なんかこう、電話出ながらの、そのなんかありがたいカードをいただくみたいな、ね、びっくりしたね。ありがたいか、うん、これっていうことね。本当に電話出ちゃって、他のヒマラソンでいっぱい出るんだからそっち出りゃいいのに。なんであんたが出てそのカードまで配っちゃうのっていう、ね、
本当に、まあ、でもね、こっち来るとあれですよね、昨日のレストランっていうかね、鍋屋さんもそうですけど、うん、仕事がないとね、もうテーブルに座ってもぐもぐタイム始まっちゃったりとかね。そうなんですよ。ああ、なんかすいませんだっつって、そう、あーって言った後は優しいんだよね。優しいんだよね。なんかその、なんていうの、やる気ない感出しつつ優しいからね。そう、やる気ないわけじゃないよね。そう、だ今だってお客さんいないのも座っちゃうでしょ、そう、もぐもぐしちゃうでしょ、もぐもぐタイムが始まってました。ちょっとなんか店長と喧嘩するでしょみたいな。そうですよね。あ、ちょっと店長また言ってるよみたいなことを言ってたもんね。言ってました。でも実はね、うん、のぶちゃんも来ています。イエーイ、のぶちゃんがね、のぶちゃんいないと僕たち旅できないぐらいね、なびってもらってますからね。昨晩も僕のぶちゃんに任せっきりだったから今日迷っちゃったんだ。本当だよね。うん、ということで、どうですか、どうですか、いいんじゃないの、ね、じゃあまたこの今日の夜ね、またねご飯食べながら、そうね、取れればね、取れれば取りましょうか、取ろうか、それではFM 那覇さんに乾杯しますか。いや、いいね、いいですね、はい、はい、は FM 那覇さん、はい、今日もありがとう、乾杯、はい、おばあちゃん家で親戚や知らない人、泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね。そんな場所があるよ、内緒だけどね。沖縄がもっと好きになる居酒屋ちまんや。うわー、どうしようかな、水がポタ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 持ってるよ。こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな。そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます。すぐに修理いたします。水道一筋50年、ライフラインを守ります。耐震工業。5月30日水曜日、今週も始まりました居酒屋風ラジオ、いざラジですけれども、はい、今回のね、シマートアテの、コーナーは、そうなんですよ、先日台湾に私たちが行って、はい、台湾で、収録してきたものを流しましたけれども、はいはいはい、楽しかったよね。楽しかった。あと意外と綺麗に撮れてて良かったですね。綺麗に撮れてたよね、うん、ある公園でね、みんなでわーわー言いながら、撮って、台湾の方から、うん、あいつら誰だと、そう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 、まあ、でもよかったよね、うん、でもこれができたら他のところでもできるってことだから ね、またちょっと楽しみが増えました。これからどん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 収録の放送が多くなると思います生放送しじゃないんだねということで、メンバーの紹介にしたいと思いますけども、はい、今日ちょっとせいじさんがね、今忙しくて来れなかったんですけれども、はい、台湾旅行大変でしたが楽しかったです。沖縄大好きケコです。イエーイ、イエーイ。いや、あんなに歩くと思わなかったマイナス2キロのロシです。あ、痩せたんだ。ロシです。ロシ、はい、せいさん1キロ増えてたって言ってたけどそして本日のゲストは、琉球ドラゴンプロレスから、チュラウミセイバーさんです。はい、よろしくお願いします。ようやく喋れたね。はい、ごめんね、付き合わせて長かったね今のツイキャスの方にも、はいはい、あのミュウさんから、うん、セイバーさん、イエーイ、感じ、あの T シャツかわいい、あ、ね、ありがとうございます。これはあの倉庫さんの T シャツなんでね、はい、まぶいくん、まぶいくんですね。まぶいくんね、かわいらしい。あとは青い瞳のキャスバル兄さん、雨降り中の竹下通りからこんにちはということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。キャスバル兄さん久しぶりになんか聞きました ね、うん、嬉しいな、ありがとうございます。ということで、うん、セイバーちゃん久しぶりですけれども、はい、久しぶりです。セイバーさん FM 那覇になってから初めてです。1回来ましたね、はい、1回来て、そうかそうか、そうそう、なかなか普段は会えないけれども、そうですよ、うん、あの出させてくださいって言っててもね、すぐあの埋まっちゃってるって言われるんで。そうなんだよな。でも今回はちゃんとこちらからオファーさせていただきましてありがとうございます。申し訳ないと思ってすいませんが、お見えになれますでしょうか。ありがとうございます本当にじゃあ30日ならいいよっていう感じでということで、はいはい、今回は、うん、6月9日にイベントがあるということで、はい、そうですね、あのビッグマッチなんですけども、ほうほうほう、マッドドッグナイトっていう大会で、ふんふん、我々、ヒールユニット
あの悪いユニットがございまして、はいはい、マッドドッグクラブっていうユニットがあるんですけども、うんうん、そのユニットがまあ主体となる大会っていうわけで、はい、ちょっとまあポスター見てもらったら分かるんですけど、うんうん、あの我々完全にあの脇役みたいな感じのポスターになってるんですけど、うんうん、ちょっと見ててもらおうね、はい、見えるかな、ヒールが主役なんですね。そうですね、すごい。この、はい、ヒール役はあのその上にこの4人ね出てる、はい、リンゴもヒール役なんだ。リンゴが筆頭のユニットなんですよね、うん、あ、そうなんだ、はい。そしてこのヒル役の4人を倒すべく、はい、脇役の私口脇役って脇役の方々があの戦うっていう感じなんだ ね、はい、面白そう。こんなのもやってんだな。結構、はい、あのゲストの選手も来てくださってて、うんうん、はい、今回もあの対戦カードは決まっているの？そうですね、決まってまして、はい。シェイバーは誰と？自分はですね、ヒージャーキットマンと組んで、うん、ティーダヒーと谷崎直樹ですね。ティーダヒーともヒール側？そうですね、今ヒールですね、はい。なんかあのティーダヒートさんさ、はい、すごい体よ、なんかたくましくなってない？そうですね、まあ服着るようになってるんで。なるほど。あんまりちょっとへ、まあ、あの目に見えては分かんないですけど、なんかこう昔はちょっと細マッチョって感じだったけど、なんか最近見るとさ、すごいなんか筋肉がこう育ってきてるっていうのかしら、よく分かんないけど、すごい。でこのじゃあこの4人ヒール役の4人は、はい、役って言っていいのかな、まあヒールのヒールのね、はい、ヒールの4人はもともといた選手、新しく入った基本はもともといたディンゴとティーダと、うんうん、なんですけど、うん、そこにあの新人でですね、あのクエルボネグロっていう選手がデビューして、ー外国人、そうですね、はい、で今、所属としては3人なんですけども、なるほど。であとバッファロー選手っていうのが、はい、マッドドッグに入って、この方も琉球ドラゴンプロです、じゃないんですけどゲストで、あ、ゲスト、はい、ちょこちょこあの参戦してもらってるんですけど、なるほどなるほど、はい。楽しそうだねこれね、うん、はい、どっちが勝つんだろう。いや、屋台村でもやってもらったじゃないですか、はい、でもすんごい面白いですよね。すごい面白い。生は全然違いますよね。でもあれでしょ、屋台村でも今度やるんだよね。そうですね、6月の16日から19日まで3周年祭がありますけれども、うん、はい、最終日に、その最終日の19日の夕方6時15分から、はい、また あの狭い、6時でしたっけ、19時、あ、本当18時15分かと思ってた。まあまあ、言いたいね、夕方から、はい、シマートアテの、はい、目の前にあるステージに、うん、本格的なリングを組んで、うん、まあ何がすごいって近いこと、うん、すごいですね、目の前でさ、うん、あの試合が見れるし、ちゃんと考えて、場外乱闘もあるからね、うん、そうですね、まあ、今年はあの雨が降らないことを祈るばかりですけどね、本当雨率高いですね2回土砂降りだったもんね。そうなんですよ、傘さしてリング立ってましたから、ね、そうだよね面白かった、面白かった。でもじゃあ今回もまあ晴れるとは思いますけれども、はい、雨が降ってもやるってことだよ ね、 そうですね、あの屋根一応ありますから、あのリング半分しか隠れない屋根が、そうだよねそう、いや楽しみだな、本当にね、うん、そして、はい、ちょっと私が、気になった、最近気になってるのが、はいはい、プロレスラーがカードになってお届けする、はい、全く新しいトレーディングカード、はい、ミービープロレスカード、はい、というものが発売されたんですけれども、はい、これが、まあ、例えば天竜源一郎さんとか全日本プロレスの方とか、総勢100名以上が参戦していて、従来のトレーディングカードとは異なって、カードを買ってその裏面の QR コードを読み込んで記載のパスワードを入力すると、お手持ちの端末、スマホとかタブレットにて各選手の動画メッセージを見ることができる、画期的な商品が発売されたんですね、これで。これに、もちろん琉球ドラゴンプロレスの皆さんも、はい、参戦しているということ で、はい、で同じカードのデザインでも撮影動画メッセージは数種類用意されている選手もいるので、うん、まあ、これをまた皆さんこうコレクターし、いいね、ね、コレクションしてもらって、うん、楽しむという。そうなんですよね、これ何撮ったの？はい、よくムービー撮れ撮れ言われるんですけど、うん、首里城のカードがバカ売れしてるらしくてですね、
やっぱり名前からってこと？いや、わかんないですけど。わからないんですけど。あの首里城っていうプロレスラーでしょ。あ、でも前同じようなんで、こうバレンタインの企画で、うん、まあ、購入したらそのメッセージをもらえるみたいなんで、うん、あったんですけど、うん、もう首里城がダントツで多くて、うん、え、なんで？もう20個ぐらいムービー撮ってましたからね。え、あのぽっちゃりした方ですよね。そうですね。ガッシリですね。ガッシリ、ぽっちゃりってことはおかしいか。そうなの？そうなんですよ。でも首里城さん、あんまりなんか喋ってるイメージがなかったりするんですか？あ、ないですよ。ですよね。ほとんど喋らないんで、うん、はい、何かあるんだろうね。まあでもだからこそ嬉しかったです。あ、なるほどね。首里城さんが、セバーも負けてらんないじゃない。そうですね。そうですね。セバーさんもだから、ね、一番人気かと思った。いやー、そんなことはないんですよね。それは謙虚か。あ、ミュウさんから、脇役じゃないですよ。あーねー、どこで買えるのかなとか。すごい。チケットですかね。チケットは違うよ、はい、多分ミービープロレスカードでしょ。あ、カードですか、カードはちょっと、琉球ドラゴンプロレスのホームページを見ていただくと書いてましたよ、はい、あ、なるほど、うん、なるほどってなんだよ。なるほど、ホームページを見ていただければ。そうだったでしょ。そうだったでしょ。そうですね。そう、だからね、ぜひ、琉球ドラゴンプロレスのホームページで、はい、ちょっとスクロールしていくと何段か下に ありましたので、はい、それを見ていただいて、はい、で、6月9日の、マットドッグナイトの詳細を、はい、教えてもらえますか。あ、ごめんね、これでもいいですよ。6月9日土曜日の、時間が7時開始ですね。6時会場の7時開始、はい、で、場所はネーブルカデーナアリーナですね、うん、ネーブルカデーナ3階になります、はいはい、SS 席はいくらですか。こちら4000円になりまして、はい、指定席が3500円、はい、自由席が3000円、はい、高校生が2000円、中学生が1000円、はい、小学生が500円になってますね。500円で見れるんだもんね、小学生、はい、いいな。で、未就学児は無料。そうですね、まあ、席が必要、はい、膝の上で見れば 無料なんだよね。はい、あと驚いたのがやっぱり会場は、はい、US ドルでも購入できるという。あ、そうなんですよ。結構外国人の方も多くいらっしゃるんで、ね、やっぱり好きだよね、外国人の方ね、はい、余った台湾ドルがあるんですけど。台湾ドル、ドルじゃないですけどね。なんでやねん。そして当日券は500円増しということですよね。うん、ぜひ前売りでお得に買っていただいて、はい、お客さんの方に。チケットはホームページですとか、あと、まあ、うん、選手ツイッターみんなやってるんで、うん、ツイッターとか、ホームページで問い合わせていただければと思いますんで、うん、なるほど、はい、それでは6月9日は、こちらカデナネーブルカデナアリーナで、はい、あとは6月19日は国際通り屋台村で、はい、琉球ドラゴンプロレスが見れるということで、はい、もうファン多いからね、もう本当か、石丸宛てに来るお客さん、県外のお客さんでも、はい、前回来た時大雨の中で見たのでまた来たいですっていう人も多かったし、晴れたプロレス見たいですっていう人も多いし、やっぱりよっぽど雨の、ね、イメージが強いのか。はいはいはい、まあ、まあでも頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしてます。さっき乾杯できなかったからここで乾杯しましょう、はいはい、大丈夫でしょうか。はい、はい、それでは皆さん琉球ドラゴンプロレスに乾杯。はい、青い海降り注ぐ太陽、何度でも行きたいあの島沖縄、島を愛してやまない人々が作ってるディープな沖縄の情報のサイト、沖縄リピート。はい、ウライザーでーす。はいはい、イエイイエイイエイ。さっきはパタパタしてて、うん、できなかったんですけど、お、ミュウさんコンティニュー公演ありがとうございます。ありがとうございます。あ、セイバちゃん本当久しぶりで。はい、お久しぶりですね。ねえ、すごい、はい、え？なんすか。それでいいんです、このウライザー。はい、ウライザーは、ウライザーのんびり行きましょう。うん、いやいや、本当に前に来た時以来かしら。そうですね、会うの、はい、うん、会うのね。なんかなんとなく飲みに誘いづらくなったんだよな、はい、なんでですか。誘ってくださいよ。いやいや、言っていいか悪いか分かんないから言わないけど。なかなかね、いやでも台湾に、はい、琉球ドラゴンプロレスの、はい、みんなで試合に行ったんだよね。あ、試合で、はい、行かせてもらって、
まあ、そのみんなで行った時とあの 個人といいますか、うん、何人かで呼ばれて行った時と2回行ってるんですけど、はい、近いしさ、はい、ご飯も美味しいしさ、ご飯めちゃくちゃ美味しいんですよ ね、うん、ねご飯なんか食べたの覚えてる、はい、自分はルーローファンが好きです。ルーローファン美味しいよね、はい、と小籠包がめちゃくちゃ美味しかったです ね。私たちね、はい、夜どこ行こうかって言ったらホテルの前にもう本当地元の人しか行かないような、はい、まあ、なんか食堂があって、そこでもういいかっつって入ったんだけど、まあ時期的にあのタケノコがね今美味しいと言ってタケノコ頼んだんだけど、まあただおすすめされてですよ。おすすめされて、うん、でイカもね、イカもね、おすすめされて、おすすめされて、で、まず来たら茹でただけのタケノコ、何の味もついてない茹でただけのタケノコにマヨネーズがついてたわけ。でそこで私ははっと気づくんだけど、みんなはその初めてだから、私はもう6回目だから、確か台湾のマヨネーズって練乳が入ってるように甘いわけ、これつけて食べんのと思ってつけて食べたら案の定食べれんくてね、甘くてね、でイカのお刺身も来たけどお醤油も甘いわけ、俺買いに行かされましたもん。すぐ近くにコンビニがあったから、ちょっとごめんキッコーマンの醤油買ってこいっつって、あ違うお醤油買ってこいって、買ってきてよっつって言ったら1リットルのしかなくて、でもキッコーマンだったね。そうですね、いや面白いのが、はい、タケノコとイカ、はい、メニューにジカって書いてあるんです、怖いっすねそれそうでもそれでね、またそのいくらになるかっていうのをみんなで当ててね、ご自的にやってね、あ意外と高かったよねね、ちょうどそのジカの2つを勧められるとはね、そうびっくりした。面白かったですね。あとはもうやっぱビールばっかし飲んでるから、はい、なんか蒸留酒が飲みたくなって、だからホテルのすぐ近くにね青森の店があって、はい、はい、でも高かった、ザンクロ、ザンパの黒が一杯1000円ぐらいした。高いっすね。高かった、まあ仕方ないよね、まあまあまあ、でも沖縄の、オーナーで、沖縄の方がオーナーで、はい、沖縄にも、あ台湾に住んでる方だったよね、まあまあまあ、じゃあ一旦ライザーは終了で ですね。沖縄大好きケコのコーナー、今回の沖縄大好きケコのコーナーは、毎年大人気のイベントビギン主催歌の日コンサートの紹介をしたいと思います。今年は6月24日日曜日に嘉手納町にある金久海浜公園で開催。歌の日コンサートとは歌への感謝の気持ちを表そうと、石垣島出身のアーティストビギンの熱い思いから、2001年6月23日の慰霊の日の翌日に始まったイベントです。しかしそもそも歌の日って何ということなんですけれども、歌の日は歌に感謝する日、沖縄そばの日とかゴーヤーの日があるように歌の日もあってもいいんじゃないかと。歌はいつも脇役で主役を支え続けて、祝いのために歌はあるけれども歌のために祝うことはしない。もしもこの世に歌がなかったらどうなりますか。例えば結婚披露宴に歌がなかったら、選抜高校野球大会に歌がなかったら、だからせめて年に1回だけでも歌そのものを主役にしてみんなで歌に感謝する日を作ろうじゃないかという、石垣島出身の人気バンドビギンさんの熱い思いから始まったというこのイベントなんですけれども、歌の日は6月24日に決められていまして、沖縄では6月23日を戦争が終わった日、慰霊の日として迎えます。かつては戦争のせいで沖縄では歌い踊ることが禁止された時代がありました。だけどやっぱり四万十は我慢できず、山の中や防空壕の中で小さな声だけど歌い踊り続けていたそうです。そのことを子どもたちに伝えやすくするために、あえて慰霊の日の翌日を歌が解放された日として位置づけたそうですね。昨年の出演者は HY や藤原さくらのライブで盛り上がって、ビギンのライブだけでも30分間、その後には毎年恒例のマルシャショーラで、また異常なくらいに盛り上がりました。このマルシャとは1908年に
第1回日本人移民がブラジルに着いた時、現在のサンバはまだなくて、その時にカーニバルで歌い踊られていたのが、マルシャなのです。いわばサンバの起源ですね。二拍子のリズムに乗せてビギンナンバーや昭和のヒット歌謡、沖縄の島歌などノンストップのメドレー形式で演奏し、観客も一緒に踊りまくるということなんですね。ちなみにマルシャショーラのショーラとは、ビギンの出身地である八重山諸島の方言で、何々しましょうを意味する言葉なので、マルシャショーラはみんなで一緒にマルシャしましょうという意味なんですね。このマルシャショーラはビギンのライブツアーなどでも定番の人気コーナーとなっていて、通常 あのビギンのライブなどの演奏、マルシャショーラの演奏時間はだいたい20分程度なんですけれども、歌の日コンサートでは90分間32曲ぶっ通しのお祭り騒ぎ、いいよね、楽しそうじゃない？2018年 歌の日コンサートはビギンはもちろん、今をときめく沖縄県出身のバンドヤング・オーハラの出演も決定されてしていて、ヤング・オーハラは沖縄銀行の CM タイアップで、半分が使用されていた、半分という曲が使用されていたり、求人沖縄情ナビ転職の CM タイアップで新たがあたらかあたらが、使用されていたりと、赤丸急上昇中のバンドなんですが、そうなんですよ、こっちでね、ライブもしてもらいましたけれども、毎年とても盛り上がるこのビギン主催のイベントですが、この内容でチケットが3000円、安いよね、お得ですね。チケットは現在好評発売中なので、詳しくは歌の日オフィシャルサイトをご覧になってくださいということで、この歌の日コンサートにグルクンさんも出演されるんですよね。はい、はい、決まってまして、はい、何歌うの？いや、何するかちょっと詳細は分かんないんですけど、うんうんうん、一つ言いたいのは自分誕生日なんですよ。何？6月24日誕生日なんです。おめでとう。ありがとうございます。ま、今言うの？すごい。何歳になる？31になります。若い。そうか。じゃあ私が会った時って28ぐらいですかね。沖縄来たのがもう21とかぐらいやったんで。あ、もう10年ですか。そうですよ。じゃあ今年で。はい。そうだよね。20。いや違うな。もっと前だよね。ですね、おそらく31だったら、あのすごいね、5年以上前ですね。5年以上前から知り合いなんだよね。、はい、不思議な感じ。ということでね、皆さん振るってこの、歌の日コンサートに行ってもらいたいと思います。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、沖縄大好きケコのコーナーでした。ありがとうございます。ストレス社会で頑張る女性の皆様、プライベートな南国空間で心と体をリチャージしませんか？ユイレールあさと駅から徒歩1分、よもぎ蒸エナジーリラクゼーションサロン、マカニ沖縄。イザラジ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 、イザラジ。それでは、イザラジ布教活動のコーナーですね。はい、今回はもう、島跡宛てには何度も来ていただいている常連のお客様で、うん、クズさんというお客様がいらっしゃいまして、数日前にもお見えになオフサイドお見えになって、うん、まあ、いろんなお話をしたんですけれども、うん、まあ、このラジオを今日聞いてくださってると思いますので、あ、ありがとうございます。はい、こんな感じです。こんな感じでね、はい、ゆるゆると。今日はね、ちょっとあの聞きやすい感じだと思います。せいじさんがいないからね。ということでね、ぜひ今度はあのこのスタジオにも観覧に来ていただければと思います。あ、そうですね、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、それでは、メールの紹介をさせていただきたいと思いますが、はい、ちょっとお待ちください。今日は全部私が読む感じかな。お願いします。わかりました。せいじさんがいないからね、まずはすいません、おかえりなさい皆様。はい、
あーただいま、はい、台湾旅の爆笑話で今日は1時間枠じゃ足らない、誠司さんは飛行機の中は爆睡、爆睡でした、うん、ロッシーは初海外、そうですね、はい、ケコさんは新しい発見あった、いっぱい話を聞きたいですかっこ笑い、うん、と2週ぶりの生ラジオに昨夜から眠気が覚めててなんだかやばい人になっているさくら大地希ですということでありがとうございます。今日のテーマは冷や汗をかいたことですが、うん、日常の生活そのものが冷や汗の連続で、暑くなってきた最近は冷や汗なのかただの汗なのかってぐらい T シャツが濡れます。ただの汗ですよ、ただの汗でしょう不健康メタボだからって皆様はツッコミしていただいてるでしょうね、それはそれですがそういうことは言わないっていう、誰も、そうだよね、汗だよっていうだけ、マジな冷や汗事変が、2日前の暑い日差しのもとエアコンが効かない軽バンの仕事車、仕事車、運転は気をつけましょうね、満腹の昼下がり長時間の運転高速で数秒間の間、数秒の間意識が飛んでたみたい、怖いね、あ、後続の車からクラクションで我に戻りました、怖い怖い、確かに意識がなかったような点点点、次のパーキングエリアで15分休憩し冷たいお茶を飲んで窓を少し開けて風を感じながら運転して帰りました、うん、作業着の背中はびっしょり汗出てました。これからの季節は熱中症やばいので注意したいと思います。では仙台から拝聴をいたしておりますということですけど、ありがとうございます。これ何、熱中症で、あ、それとも満腹で眠たくて、いやどっち、両方じゃないですか、じゃあ両方危ないよね、でも危ない危ない、よかったね何もなくてね、怖い怖い、いやでも暑いからね、仙台も暑いのかな、うん、もうで夜とかだったら、うん、その後ろに車がいなかったりするとだからよ行ってたかもしれないわけですよね、本当だよね、教えてくれたからまだ、いや本当よかったですよ、うん、気をつけてくださいね、うん、本当にね、それでは次いきます、はい、チワースゲイシーです、ゲイシーさんありがとうございます、ありがとうございます、テーマですが温泉に行った時のことです、うん、隣で長い髪の毛を洗っている人がいました、うん、私は湯船に入り洗い場に戻るとその人はまだ髪の毛を洗っていました。私も髪の毛を洗い終え横を見るとその人はまだ長い髪の毛を洗っていました。横を向いて私の方を見ていますが髪の毛で顔は見えません。さあもう一度湯船に入り出ようかなと思い洗い場に戻るとその人はまだ髪の毛を洗っていました。ずっと髪の毛を洗ってるんだな、それにしても時間をかけて髪の毛を洗う人なんだと思った途端体中からゾクゾク冷や汗、周りを見ると誰もいません。私とその人だけになってしまいましたまずいぞ怖いぞ逃げるしかないとすごい速さで着替え大浴場を出ました。30分もシャンプーもつけず髪の毛を洗うなんて変です、うん、なんとも怖い思いでした。そういう話、ゾクゾク冷や汗、逃げろのサインだったのかもしれません。お化けとは思いたくないですがもしやですということですね、怖くない、いやそんな話ねえびっくり、いやお化けの方がいいかもしれないですよね、どうだろう、分かってる方がってこと、なんだろう、いや生身の人間でずっと見られてたら怖くない、あ怖い、でもなんか怖いね、怖いの嫌いだもんねダメなんですよ、ね、セイボさん大丈夫です、いやダメですセイボさんこんなの大丈夫じゃなかった、いや全然ダメですよ、やっつければいいじゃんいや やっつけれる相手だったらいいですけどね怖いね、怖いなんかゾッとするよね、るでもその髪の毛の間からちょっと目が見えてたりしたら怖いね、うん、あの貞子みたいにさ、はいはいはい、いや見えなくても怖いし、怖いね、見えてても怖いし、やだやだ、うん、もう冷や汗だね、ほんとね、いや何もなくてよかったですね、ほんとまあね、こっちもね、うん、ということでまた次いきますよ、はい、ペンネーム、ペンネームじゃないしラジオネームだろ浦添のそば屋かっこ準備中さんから、うん、はいはいはい、ありがとうございます、ハロー和そば食ってるかい、おお。台湾の収録いいね毎月あってもいいね、はい、今日はセイジ君がいないんだね、
下品なガハハ笑いがなくて聞きやすいね。セイバーちゃん久しぶり。久しぶりです。 また派手な空中殺法見せてよ。この場合見せてよは魅力のみね。チャオってきた。誰だ。あれでしょ、ペンネーム初めての人ですか。浦添の蕎麦屋さん、かっこ準備中さんだからね。 ありがとうございます。まあ、さしてもらいましょう。いやいやいや、空中殺法ね。でも日本そば好き。好きですね、はい、日本そば美味しいよね。東京とかで、うん、あの立ち食いそばとかあるじゃないですか、うん、結構リーズナブルな値段でバッと食えたりする。そうね、はい、やっぱりあれぐらいだったらバンバン行きたいんですけど、うん、お高いとちょっと手が出づらいな。ちょっとね、高級なお蕎麦屋さんになると高いもんね。んいやでも美味しいんだよな、ざるそばね。ということで、今回の、ね、メールテーマが冷や汗をかいたことなんですが、はい、私もさ、実はあの台湾に行く前に1週間前ぐらいかな、うん、まあ、今回2泊3日で行ったんだけれども、うん、もうずいぶん前からチケットも取って、いろんな入国審査カードもオンラインで終わって、もう準備万端だと思ってた頃に、せいじさんが一泊二日にできるって言い出したの。実はね。そしてもう私とうちの旦那さんののぶちゃんでもうバタバタ走りまくって、もうほんと嫌な冷や汗というか、いやってなって、今と思ってさ、日本旅行だったらね一泊にしても全然問題ないけど、海外だからどうしたもんか。もうピーチもそんな抑えてるし、うん、それを1日分早めたり伸ばしたりできるのか、うん、まあ結果行けたんだけどね。2日間行けそう行ってくれて、うん、でそのまた前日にね、キュータの、息子がね、前々日か、そうですね、ちょっと病気になってね、もしかして入院みたいな、そうそう、それでまた行けないかもしれないってなって、マジでってなってね、次男は大丈夫だったんで。よかったね、よかった。本当それで冷や汗をかきましたけれども、うん、ある、なんか冷や汗かいたこと。これレスラーあるあるだと思うんですけど、何、そういうの話聞きたいね。入場曲が鳴ってるのに全く何も着替えてないっていう夢を、うん、これよく見るんですよ。夢、はい、これよく見るし、誰に聞いても見たことあるっていう夢で、あ、そう、はい、結構レスラーあるあるなんですけど、あのなんか遅刻的な感じですか。そうです、遅刻の夢みたいな。入場曲なってもう入場しないといけないのに何も着替えてなくて、いや今から着替えるのみたいなのは結構見ますね。そんな時の寝起きめっちゃ良くないですか。いや、よくはないです。なんだろう、本当に冷や汗ですよ。あ、起きた瞬間に全部覚醒してる感じの、はい、夢でよかったみたいな。そうですね、寝ぼけないっていう。うわー、怖いね。いや、絶対ある。京都、僕最近ありますよ。何、台湾でありますよ、台湾。あ、なになに。帰りの飛行機の時に、ほう、17時、別々だったんだよね。そうなんです、私たちと行きはだから私たちがサポートできたんだけど、うん、帰りはもう勝手にどうぞって感じだったよね。そうそうそう、17時半に、いとけと出国する、なんかそのブースで、はい、搭乗口に11時半にはおらないかんって感じでね、うん、いなきゃいけないで、16時まで、受付してくれなかったんです。そのチェックインね、チェックイン、うん、で16時まで待ってやって、時間があるじゃないですか、ちょっと、うん、1時間半か並んでるもんね、結構ね、うん、ちょっと飯食っていくかって飯食って、16時50分ぐらいに出て、まあ40分あれば行けるだろ余裕でと思ったら、25分まで行けなかったんです。17時半までにいなきゃいけないのにね、うん、そう、いや、その15分前までには来いよみたいな書いてたんですよ、うんうん、これ終わったかもなみたいな、乗り遅れる感じで、そう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 、外国はやばいだろみたいな感じで、僕とタウッちゃんが焦ったっていう。で、結局間に合ったんだよね。大丈夫なんです、うん、よかった。何が入国し、なんだろう、どこで手間取ったの。僕らが帰る時が金曜日だったんですよ、うん、だから沖縄に行こうとする人とか、なんか出ようとする人も多くて、うん、その出国審査というか、あ、税関通るときね、そうです、そうです、超並んでましたね。あ、本当、いや、マジで汗です、冷や汗だよね。まあでもね、そんなこんなで無事に帰ってきました。あ、ちょっといいですか、はい、いいですか、たった今来ました、はい、こんにちは。最近ツイッターの本アカウントより裏アカウントにいる方が楽しいピーチママです。なんだよそれ。その裏アカであんなことやこんなこと暴露しまくっているので、自分の本名と同じ名前の人からフォローされて一瞬冷や汗でしたって。だろうね、見たい見たい見たいね、うん、ちょっと教えてもらおう今度ね。
まあ、間に合ってよかった今日はね。ということで今日は冷や汗をかいたことということでした、はい、ありがとうございます。そいやマグロ食べたいな。そいやマグロマグロ港から直送超新鮮。そいやマグロマグロ港のポケモンデジタイコ。そいやマグロマグロ昼はラーメン夜は飲むぜ。マグロが食べたくなったら迷わずあのお店に行ったらいいよ。あのあれよカタカナのよ明日見ろ。そいやはい、ウライザーでーす。いやいやいや、なんか久しぶりな感じだよね。そうですね、2週間ぶり2週間ぶり、3週間ぶりか。2週間休んでますもんね。あれ違うか。違うよ、1週間で 2本取ったでしょ先々週に。うん、いやいやいや、よかった、せいさんいないと。びっくりしたけど、せいさんがいないって聞いて。そう、びっくりしましたね、昨日聞いて。そう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 、セイバさんありがとうございます、いろいろ。いえいえ、ありがとうございます。そのポスター見せて、ポスター。ポスター、これあのヒールのやつですか。そうです。わー、かっこいいな。これ見えるかな、ちょっと引いた方が見えるのかな。マイクが一番左が新人の方です。そうですね。おクエルボネクロですね。すごい体ですね。見える？もともとなんか別の団体でやられてたってことですか？いや、もう全く。なんか一応お父さんがレスラーみたいなんですけど。お父さんが、はい、リンゴは相変わらず日本語下手？まだそうですね。でもあれなんですよ、そのクエルボに英語で喋っても分かんないことをリンゴに言ったら分かってくれるんで、やっぱちょっと。なるほどね、はい、あ、日本語で言ったらってこと？あ、日本語でっていうか英語で言っても、うんうん、まあ、ディンゴだったらその簡単な単語を並べたら分かってくれるんですけど、うんうん、クエルボはなんか分かんなかったっていう。クエルボは何人なの？はい、出身がプエルトリコだと思います。だからスペイン語も喋れるんですよ。あ、本当、はい、バッファローは？バッファローさん日本人、ね、日本人だったなるほど、すごい。ポークたまこちゃんは慣れてきた？そうですね、だいぶ、はい、あ、本当、こんな可愛らしいのにね、うん、写真より可愛くないですか？いや、可愛いよね。あ、かもしれないです ね、分かんないですけど、まあ、そうですね、セでも同い年なんですよ。あ、そうなんですか、はい、あ、そうなんだ、はい、学年一緒っすね。あれだもんね、童顔だもんね。そうですね、だいぶ自称17歳ですやかましいわって言っといて楽しみ、今度のあのこれ貼っときましょうね、はい、あ、お願いします。ね、今度の本当国際通り屋台村の、ね、うん、試合も楽しみだね。あ、でも、まあ、ちょっとあれなんですけど、はい、安藤さんが言ってたんですけど、はい、やっぱ屋台村もちょっとも楽しかったけど、はい、そのやっぱ屋根とかが、あ、そうですね、うん、ちょっと制限はされる、ネーブルカテラすごかったよみたいな。そう本当のさ、まあまあ、なんて言うんだろう、楽しませてくれるプロレスじゃない、うん、屋台村とかでやるやつはさ、うん、 でも本当の試合見に行ったらちょっとさ、目を覆うぐらい本当にすごいんだよね。すごそうですね。そう、うん、ね、そうですね。また結構場所によっても雰囲気結構変わったりするんで。セーブルカデナもホームって感じですよね。そうですね、うん、大体あっちがメインでやってるんですけど、うん、コザの、音市場とか、はい、あっちで、はい、たまにやるんですけど。どこが一番エキサイティングなの？あ、でも音市場が一番もう音響とかもいいですし、照明とかもいいですし、盛り上がりもすごいですね。今度行ってみようかな、はい、いつある？音市場は今のところ11月ですね。それ行ってみよう。1年で一番大きな大会を音市場で今。あ、本当、はい、それ行ってみようかな、はい、ぜひ。それをぜひ。じゃあフライター終了でーす。こちら国際通りの韓国レストラン沖縄プリズン。韓国ステーキ、プリズンバーガー、囚人パンケーキ780円から。至急現場に急行せよ。
あなたも習慣されてみない？沖縄プリズン。ひざラジ。はい、それでは今週のセットリストの紹介です。はい、1曲目はカナブーンでライドオン夏。はい、2曲目は樋口愛で夏の幻。うん、3曲目はキロロで未来へでした。はい、今のツイキャスにですね、はい、ミユさんから、うん、プロレスを見に行くために沖縄へ旅行とかおすすめ。うわー、ちょっとやっぱファンじゃない。いやー、おすすめですよ、本当に。あ、ね、そうですよね、本当だよね。プロレスを見てみたいな。はい、じゃあ来週のメールテーマです。はい、来週のメールテーマはこれだけは食べられません。あ、僕ヤギです。私もヤギです。セイゴさん、ヤギ行けます？ヤギ、まあ、あんまり得意ではないですけど。あ、食べられることは？自分トマトですね。はい、僕克服しましたよ、トマト嫌い。本当ですか？うん、トマト嫌いなの？はい。キュウリは？キュウリは食べれはしますけど好きではないです、ね、やっぱりさ、このちょっと青臭いものが苦手なんじゃない？はい。納豆平気？納豆ダメっすね。ああ、そう。納豆美味しいのにね。じゃあ臭豆腐もダメだね。あー、あれはなかなかですよ。自分臭豆腐食べれましたよね。そう、はい、豆が基本好きじゃないんですよ。豆？豆腐じゃん。豆腐豆やん。豆腐はいけるんですけど。どうして食えんだよこの空気をよ。ありがとうございます。ございます。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、よもぎ蒸しエナジーリラクゼーションマカニ沖縄、那覇市西町マグロ料理専門店明日未来、牧師郵便局向かい楽しい韓国 レストラン沖縄プリズン。以上6社の提供でお送りいたしました。噛みまくりや、噛みまくりですね。ということで、はい、ありがとうございました。試合頑張ってね。はい、また来てください。そしてありがとうございます。はい、それではまた来週。バイバーイ。バイバーイ。